おはようございます。釣り子 TV です。坊主のまんま年は越したくないっていうことでね、これデプスのウェーブメンバー限定で買えるですね、スペシャルアイテム、サイドワインダーのザ・トラウトモデル。これね、買ったっきり使っていなかったので、まず坊主を食らわないんじゃないかっていう、このターゲットで、今年の釣り納めと行ってきました。まずはこちらをご覧ください。おはようございます。釣り子 TV です。年末最後の釣りってことでね、朝霞ガーデンに来てみましたよ。早速ね、ちょっとやってみたいことがあるんで、チャレンジしてみたいと思います。トラウトモデル、これ買ったっきり使ってなかったから、年末最後の釣りはこのトラウトモデル使ってみようかな。よいしょ。あ、まさか値札が。こういうちょっとなんだろう、オフシーズンに、トラウトやってみようかななんていう時に。ね、トラウトモデル、今日は朝霞ガーデン、うわ、トルネード、トルネード、あんまりトラウトルは持ってないんで、ストパで買ったトルネードやってます。よし、よし、サイドワインダー、トラウトモデル。トラウトモデルの、トルネードに来ましたよ。よいしょ。はい、ありがとう。よいしょ。こんなね、トルネードとデプスのサイドワインダートラウトモデルで、年末にしっかりと遊べております。
るぐるの微妙な具合で釣れたり釣れなかったりするから、本当好きなんですよね。奥が深いというか。来たよ。
いいサイズです。よいしょ。ああ、綺麗ですね。よいしょ。サイドワインダーと、今スプーン。はい。というわけでね、無事に入魂することもできて、あとね、ポカポカですごい暖かくてね、釣りの方も楽しめたんですけども、せっかくこういうね、トラウトモデルっていう面白いものね、手に入れたんで、これね、早速使ってこようと思ってね、浅香ガーデンですね。初めて行った管理釣り場なんですけども、あちらに行ってきて、それでもってね、この竿にリールつけて、ルアーつけてっていうことでね、楽しい釣り納めとなりました。どんなね、竿なのか改めもってねちょっと見ていきたいと思いますけど、まずはねこんな感じで、もう袋がしっかりしている、しっかりしているっていうところで、ちょっとね開けていきたいと思いますね。はーい、2ピースね、になっているので、まずバット部分と、非常にまずね、このグリップ部分がね、こういうなんかちょっとウッド調のね、ところがあったり、あとはね、コルクグリップだったりっていうことで、価格はね、およそ1万円ほどなんですけども、非常にね、なんだろう、満足感のある仕上がりじゃないかな。何よりもね、トラウトロットなのに、ここにね、サイドワインダーってね、入っちゃってるところがね、いいなっていうところと、まあ、こんな感じですね。で、後ろには、デプスね。いやー、このね、メンバー限定のモデルね、ほんとね、作り込みが細かくてね、気分が上がる仕様なんですけども。で、今回はね、これに、今年ね、お気に入りで使っているルビアスですね。こんな感じで、組み合わせて、ね。これでやってきたっていう感じなんですけども、非常にこのまあ、ルビアスの方もね、なんだろう、軽いルアー投げるときに、ちょっと以前の、ダイワの自分が使っているモデルはね、トラブルがたまーに起きるなーなんていう印象があったんですけども、ほんとね、なんかねトラブらなくてですね、快適に軽いルアーの釣りができるし、あとはなんだろう、このしっかりとしたね感じの、なんかね久しぶりにダイワのこういう、中堅どころのちょっと良さげなやつっていうのね、使ってみてるんですけども、今年はねこのリールも本当にね、ずっと大活躍で非常に満足感が高かったななんていうところ、まあ年末なんでね、今年買った、道具群最後にね使ってこようと思って、でまあティップセクションがあって、キュッとついでね、これでね、楽しんできましたけども、はい。でルアーのところがねこんな感じね、トルネードね、こんな面白いルアーで、釣れちゃうから、あ、なんだろう、缶釣りのトラウトとかね結構好きなんですけども、見ていくと、もうねこの針金にねビーズが散りばめられていてっていう、こんな針金のねルアーですけども、これをこう指にくるくるくるりんって巻いてね、こんな感じでやって投げると、もうこれがねくる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 ね、回転して、それでもって、なんだろうな、マス類を魅了するっていうね、ほんとね大好きな面白ルアーなんですけども、こんな感じのやつでやって、でまあ1匹目はね普通にゆっくり巻いていたら釣れて、で2匹目はね、ちょっとね自分もよくは分かってないんですけど、なんていうんですかね、こういうデジ巻きっていうんで合ってるんですかね、こうクイッ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 クイって感じでね、やるとね、こうルアーがグッ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 ってね、独特な動きするんですけども、なんかね、エリアトラウトとかだと、魚の、あ、追ってきた追ってきたなんていうのもね、よく見えたりするんで、それでね、まあそんな巻き方したら、お、なんかすごい追いかけるね、なんていう感じで、いろいろね、楽しんでいたら、それでね、今年最後の魚になるかな、釣ることができました。で、浅香ガーデンね、高速道路でまあ東大から乗って行ったんですけども、比較的ね、近いし、まああと快適なね、釣り場ね、いろいろなポンド
があって、それでもってね、初めてだったんで、どういう感じでやればいいですかなんて言ってね、受付のね、お兄さんに聞いたらもうすごい親切に説明してくれて、で、こんな感じのルアー、どうですかね、ああいいよいいよそんなんでもね釣れると思うよなんて教わって、あんまりね、詳しくないんですけども、最後にね丸坊主じゃなく終わることができたんでよかったなっていうことで、でまあねこのサイドワインダーね、あこれまだね、これも向いてないですけど、ここら辺も向いてね、引き続きこれから冬のシーズンなんかね、ほんと管理釣り場、美味しい魚が釣れるし、魚の反応もね非常に見たり、釣ったりできるから、ちょいちょいねやっていこうかななんていう風に考えております。で竿の方はね、初めて使ったんですけども、まあねなんかこういうのがね一本あるとね、友達なんかに誘われて行かないなんていう時もね、すぐにあそういえばあの竿あったななんていう風に行くこともできるんで、今回ね買ってよかったなということで、デプスのウェーブメンバーもね来年ここら辺から募集開始するよなんていうねアナウンスも出始めているので、こういう面白竿からウェブメンバーでしか買えないね、あのコードネームバスとかそういう面白ルアーからですね、まあその他にもね本当いろいろな、デプスグッズねメンバー限定で買えたりするので、気になっている人はね、ぜひ、デプスウェブメンバーとかで調べるとね詳細が出てくるんじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですねウェブメンバー限定の、今年出たモデルですね、エリアトラウトっていうねモデルね、これをね使って、釣り納め行ってきたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。